どうしたねん穴ぼこきたん怖いよ。この音がすごい怖いんだよ。なんか、あ、さらば笑べ。怖いよね、これこの音楽とさ、音楽で、なんか穴に落ちるっていうのがもう相まって怖いよ、こりゃ。最終回なのこれ、こりゃ。 確かに、エヴァンゲリオンの最終回がこんな感じだった気がする。違ったらごめん。ねえ、もうなんか待って、オールドファッションみたいになってるオールドファッションみたいになってるけどもねえクリスピードーナツみたいになってるよみんなで、みんなで行けみんなで行けみんなで行けおしおしおしなんかこういうのなかったっけなんか人間ミキサーみたいになっちゃう。 何のアニメだっけ人間ミキサーって。俺俺俺俺俺俺。あ、フレンチクルーラー。あ、フレンチクルーラーみたいだね。確かに。俺、落ちろ落ちろ。俺俺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 俺。あ、ブラッドシーブラッドシー待って、ちょっと完璧なフレンチクルーラーを作りたい。みんなに見せたいフレンチクルーラーを。 任し,なうううに任しな、こういうの任しな、okay.。ケー o h t h i s is donut! あ、待って、ここちょっと。ここがあれだ。あ、This is donut! はい。<laughs> this is donut. お、oh, ー、ミニ d o n u t ここら辺ちょっと調節して。ミニ i d o n u t ここら辺調節して。ミニ d o n u t ここら辺調節して。 ミニドーナツですねすげえなこんだけわらべいたらなんでもし放題だねなもう一緒にああ遊ぼうって言ったらもうさ年貫の年中遊べんでこりゃわらべと終わったです <laughs> <laughs> 終わったんですけどわらべ じゃあね、わらべ。わらべ。バイバイわらべ。すごいな。なんか世界観がすごい。考察。考察をしていこうか。やっぱり、途中でさ、あっちって言って、多数があっちだよって言う、言うと、みんな合わさざるを得ないみたいな。やっぱり子供って、なんだろうな。 子供だけじゃないかもしれないけども、なんだろう。なんだろうね。うん。やっぱり、周りに合わせていかないと生きづらい世の中なんですよ。やっぱりね。プレイしてくれてありがとう。クレジット。ちょっとこれ、あ、自分で流す感じよね、これね。そっか。 なんか、待って、じゃあゆっくり流そうね。なんか、なんだろう。うーん。で、なんか穴に、やっぱりいっぱい、なんだろうな。この、穴に入っていったでしょ最初は。で、途中から、コーネがクリックしたら、こう、なんて言うんだろう。穴に落ちずに、それて、違う方向に行ったんだけど、 それもコーネがクリックしなかったら、そのみんなの意思は絶対穴だけにあったし、コーネがクリックして戦闘が変わったことによって、その人がそっちに行くなら、じゃあ僕も行きたかったから行こうみたいな、そんな感じだと思うんだよね、きっとね。だから、誰かが動けば動きやすいみたいな、なんかそういうなんて言うんだろうな、心理みたいなのを感じましたね、やっぱり。そう、なんか、ね、なんかさ、 で、なんかみんな自分と違う意見言ってる。でもな、ここで自分が言うのはな、ちょっとな、みたいな感じの時に他の誰かが、いや、それは違うと思いますって言ったら、あ、僕も違うと思いますみたいな言いやすいじゃん、やっぱりなんかで。そういうところ、あるよね。そうそう、心の中ではもしかしたらみんな違うとこに行きたいと思っていて、みたいな感じ。 かなそう、最初の一歩を踏み出すのは、やっぱりどうしても勇気がいることだし、だからこそ、この、クリックをすることによって、その意志を変えることができて、意志を変えるというか、その子の意志を、他の後ろの子たちにね、繋ぐことができて、みたいな感じかなうん。そんな感じなのかなと思ったけど、どうなんでしょうね。 そう意見を出せることはねそうそう本当に簡単なことではなくってあの人と違うことを言うとさやっぱりどうしても目立ってしまうから本当にねあのそんなに目立ちたくないけど何て言うんだろう違う意見だけど違うことしたいけど目立ちたくないから合わせとこうみたいな人は絶対いっぱいいるからこうでもそうだしそうそうそう。 そう、その、ワンクリックでね。そうそう、取り返すのつかないことになってしまう。いや、あの、奥深いゲームでした。すごいね、これでも、どん、なんかいろいろ分岐があるのかもしれないね。って思ったけど。わかんないけどね、わかんないけど。いや、なんか、うん、いいゲームでした。考えさせられるね、いろいろと。せやな、見てなかった。なんちゅうこと言うとんねん <laughs> なんちゅうこと言うとんねん いやこれで多分ね、分岐とかももしかしたらあるかもしれないから、みんなもさ、なんか個々にやってみてさ、なんか、僕はこんなんだった、あコこうねちゃんはこんなエンディングだったけど、僕こんなんだった、みたいな、新しい発見も見つかるかもしれないからね。うーん。ね生命の誕生を擬人化したのかと思った。あまた、あ、それもあるのかなどうなんだろう。穴に入って。 落ちてって、海を渡って。ああ、どうなんだろうね。まあ、いろんなことが考えられる。なこういうゲームってさ、なんか、あれだでな、あのー、いろんな解釈ができるから、なんだろうは、はかどるっていうか、なんかほんとさ、プレイした人にしか、なんだろう、こう、わからないんじゃないけど、プレイした人それぞれによって、この,いやこのゲームはこれだとか、このゲームはやこれ、これを伝えたかったんだとか、なんか、できるよね。 うん、プレイヤーに委ねられてる。そうそうそう。制作側を何にも考えてないよ。嘘だー <laughs> 考えてるよ <laughs> な、言ってたの言ってたのか制作者さんが言ってたのこ、<laughs> これは、うーん、よくわかりません、みたいなこと言ってたの違うでしょ <laughs> でそうそう、解釈が分かれるゲーム、好きそうだね。 あの、映画でもよくあるけどさ、なんか、なんだろ、あれほら。なんだっけ、あのほら。えっ、ー、と、夢の中に入るやつ。あの、インセプションか。インセプションとかでも、あの、最後さ、別れるわけじゃん。あの、ね、こう。 いや、こ、こっちの結末だっていうのと、こっちの結末だっていう人がね、もう本当に分かれる映画じゃんかな。そういう感じでさ、なんか、あの、見る人によって、捉え方によって、あの、違うエンディングになるのがすごい面白くって。なんか、そう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 。<laughs> ネタバレ、違うえ、待って。え、でもそんなネタバレしてないよそうそうそう、あ、そうそう、コマね。そう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 ,そう。 でもあれはさああ待ってあダメだそうだネタバレになってしまうねみんなで見ようこれもこれをみんなで見よう <laughs> みんなで見ようこれもうんなんだろうなんかさその映画とかさゲームとかでもさえ何そのさおすすめのゲーム教えてって言われた時にこのゲームおすすめだよって言った時にさねえどんなゲームなのって言われた時ってさなんかなんだろうそう 言い方がさ、ネタバレもしたくないし、あの、初見の気持ちでプレイしてほしいから、あんまり言えないし、でも、え、すごい楽しいよって、コーネは言えん、それ、それしか言えないんだけど、なんだろう、なんか、でもさ、そういうのだとさ、あんまりさ、やろう的にならんくないなんか、もっとさ、なんか具体的にさ、教えてほしいじゃんか。で、コーネはそれが下手くそだからさ、言えないんだけど、みんなはどうやって言うなんか、 ど、どこまで言っていいんだろうみたいなさ、メリット、デメリットを伝えた方がいいのか、例えばなんかその、レベル上げは簡単で、えっ、ー、と、話はちょっと難しいかなみたいな。え、なんかに、なんか、2週目やりたくなるよみたいな、そんな感じの。なんかさ、ちょっとぼかして言う全部言う。<laughs> 食べ物に例えたりする。ああ、そうなんだ。隠しにさえ触れている、触れなければ。 なるほどね。ゲームによる。なるほど。コーネはね、なんか、ファイナルファンタジーをさ、そもそもや、あの、そんなやったことがなくって、あの、なんだろう。うそのね、あの、ファイナルファンタジー好きな友達が、あの、え、あの、面白いけど、なんか話ややこしいかもねって言ったんよ。話ややこしいって言われたのを、ちょっとなんか引きずってる節はあるよね。あ、コーネ話わかんないかもしれないから、ダメかもしれないみたいな。 そう。結構難しいって聞いたから。そうなんだよね。そうね。面白いな、わかる。面白そうだし、まず。キャラクターもすごいなんかさ、いっぱいいてさ、楽しそうだしさ。そんなことないほんといや、用語が、用語が難しいのか。そっか。これはこんな感じのゲームだよっていう。そうそう。なんか、だから伝え方って難しいなと思って、思っている。なんか、あの、 よくコーネが困るのは、なんか、妖怪ウォッチ、どんな、どんなゲームなのって言われたときに、なんか、絶対、ああ、ポケモンみたいな感じかって言われるんだけど、いや、ポケモンじゃないんだよなーみたいな。うん、でもまぁ、あ、うーん、そうかなって言ってしまうんだけど、うん、全然違うじゃんか。だから、そ、そこもそこもさ、なんか難しいよね。なんか、どう伝えればいいんだろう、みたいなさ。そう、難しいんだよ。いやー、でもこのゲームを通して、やっぱりさ、 そううなんだろうそのこうでもやっぱり八方美人なとこがあるんさねなんかやっぱでもさそうじゃん人生ってさ職場もそうだしさやっぱりこうなんか違う意見を言うとなんか言いづらくなったりとかするでしょでもみんながみんなそうじゃないかもしれないけどまあ環境にもよるけどさやっぱりね言いづらいだから うん一概には言えないよ、やっぱり。あの、自分の意見を絶対言おうみたいなことは言えないけれども、なんだろうな。なんか、きっとさ、職場とか学校とかでさ、ね、意見言いにくいと思うよ。だからさ、そういう時はさ、もうさ、我慢、我慢してさ、もう、はーってなってる時はさ、ーれの配信でさ、もうさ、指示中になればいいじゃん。 そこはこうだと思いますって言ってさ、そこ違うよ、こう兄ちゃんってさ、言ったらさ、多少はなんか、ねストレス発散なるかなって思うので。<laughs> じゃそしたらこうねもさ、うるさいなって言うからさ、そしたらウィンウィンじゃない <laughs> ウィンウィンじゃないなんか、え、ちょっと悪くて言えないそんなことって気にしなくて大丈夫だよ。向こもうでうるさいよって言うから。 だからね、言えることが大事だよ。うん。なんか言う練習にしてもいいコーデの配信で。ね。そんな強い言葉言ったら声泣いちゃうけど。<laughs> 見極めが大事んだよ、みんなね。見極め。見極めが大事だからね。うん、気をつけてね。泣いちゃうよ。そ <laughs> んなこと言わないでよってなっちゃうけど。そうそうそう。<laughs> いや、よかったよ、このゲームやって。なんか朝、朝でよかったかも。こうなんフレッシュな気持ちで、なんかね。 うん。外が明るいうちにできてよかったかな。一人でやったらちょっと怖かったかもしれないけど。うーん。見極め。うん、見極め大臣だよ、みんな。見極め大臣になってね。<laughs> あ、仕事行ってきます。そうね、お仕事の時間だね、もうね。今年もちょっと、朝の準備をしつつ、お出かけしないとな。はい。あ、みんなとこ雨降ってんの ありまじゃカッパ来てね。うん、カッパよオねハいトハいト。おーおー、ハートハート。ちゃんと寝てね。ああ、こうね、はもうね出かけなきゃいけないよ。ちょっと。やることがあって。<laughs> うん、二度寝はしんよ。ねちょっとみんな、今日ね、朝早くから付き合ってくれてありがとうね。うん。